2010年京都大賞店表彰式、松本義雄は日本の実業家、馬主、兵庫県明石市出身、兵庫県立明石高等学校、千葉工業大学卒、世界シェア4割を占める大型船舶用、ディーゼルエンジンのクランク軸など、産業機械を手掛ける株式会社岸路代表取締役会長、愛機家としても知られ、将棋の腕前は、 アマ六段。衝撃士の内藤国夫とは、窮地の間柄。その内藤の発案に応える形で、2005年より、女流棋戦、岸路坂月奪関西女流名将戦の、スポンサーとなっている。2007年には、根樹宝賞、2010年には、朝日賞受賞を受賞している。1974年、日本中央競馬会に、馬主登録する。 現在では、個人馬所としては、少数の部類である一世代50頭近くを所有する大馬所であり、2009年9月からは、日本橋協会連合会会長を務め現在は、名誉会長。冠名の名称は、本人が、明石生まれであることから、明石の松本に由来し、また同じ発音の名称ともかけている。妻の和子、息子の吉高も馬所。 所有馬のほとんどは、立東トレーニングセンターに入級しているが、一部、美穂トレーニングセンターの小島太子旧社や中野栄治、旧社に予託している馬もいる。勝負服の柄は銅青、桃だすき、袖桃であり、地方競馬、浦和競馬場所,所属騎士の吉本隆史が、松本の許可を得て同じ柄の勝負服を使用している。大牧場出身の両血馬に接見されている。 日本競馬会の中で、松本は、中小規模の牧場との交流やつながりを重視し、持ち馬のほとんどがそれらの牧場出身の良血とは、言い難い安価な馬というのが特徴である。松本自身が馬を見て選ぶことはせず、調教師や牧場が勧めた馬を安く買っている。そのため、後に、東京優秀にや天皇賞を制する名称サムソンを、初めて生で見たのは、 デビュー戦となった小倉競馬場のパドックであった。また、現役時代に所有していた馬の産区も多く、名称ホムラとその産区名称はトラーは、不死二代で重症化中馬となった。中小規模の牧場で働く人々からは尊敬と親しみを込めて、名称さんと呼ばれており、日高地区には、三愛会という名の松本を囲む会もあるという。 所有した大馬が競争馬として活躍できなくても誘導馬に転向させることが多い馬種の一人でもある。幾多の重賞を制しながら GI のタイトルには長らく M がなく2001年に名称トンが宝塚記念を制するまでに28年を要したがその後は名称ボーラー、名称サムソン、天皇賞優勝など GI レースでの活躍も目立つようになった。 リーディング上位の場所の場合、調教師に対して出走レースや、騎手の起用などにまで注文をつけることもあるが、松本は、基本的に、自分は全く馬のことはわからないから、お任せをしている。従って口を出すことはないとすべて一任していた。ただし2007年、名称サムソンの外専門省庁選に際しては、あえて騎手を、石橋守るから竹豊かに返させた。 松本は石橋と部の二人を呼んで、今回ばかりは私のわがままを聞いてほしいと石橋に部へのスイッチの了解を求めたという。その後2010年代に入り竹豊や竹幸志郎を本格的に自身の競争場の主戦機種に据えるようになった。ザウの名は人がいて馬がいて、そしてまた人がいる。成績は2021年4月17日終了時の ものである。ありがとうございます。